土曜日の試合前、ルーキー7人と新外国人のクロンが登場。詰めかけたファンに改めて紹介されました。1回、今年打撃フォーム改良に取り組む3番鈴木誠也。オープン戦10打席目で初ヒットが飛び出します。先発は開幕投手が決まっている大瀬良。日本ハムの4番中田から始まる2回。威力のあるストレートと鋭い変化球で3者連続三振を奪います。大瀬良は前日の雨でスライド登板となった影響を感じさせず、5回無失点、9個の三振を奪う快投を見せました。昨年にはない形で三振を取れる場面というのがあったので、手応えも十分感じれてるんで、引き続き、シーズンに向けていい形で調整していけたらいいかなと思ってます。3点リードのセーブシチュエーションで登板したのはドラフト3位ルーキーの大道。対外試合初失点を喫したものの、その後のピンチをしのぎセーブをマーク。守護神争いは激しさを増しています。そして昨日、先発はローテの柱として期待がかかる九里。立ち上がりいきなりピンチを招きますが、4番中田をショートゴロに打ち取り先制点を許しません。しかし4回、その中田に レフトスタンドに運ばれ1点を失います。それでも失点はこのホームランのみ。持ち味の打たせて取るピッチングで2週間後に迫る開幕へ上々の仕上がりを見せました。一方、2番手で登板した遠藤。ランナーを出しながらも無失点ピッチングを続けます。4イニング目となる9回、先頭にツーベースを許しますが、続くバッターを打ち取りツーアウトまでこぎつけます。しかしあと1人のところで失点した遠藤。4回1失点と踏ん張りましたが、首脳陣の評価はストレートに力とキレがないと2軍降格となりました。